おはようございます。4月14日金曜日です。本日の水揚げ状況は多いですね。今日はなんかすごそうですね。今ねちょうど4時ぐらいなんですが、パッと見もうほとんど7分目8分目ぐらいまでは出荷されてますね。この時間帯でこの量っていうのは最近はずっとなかったですよね。はい、かなりの水揚げがありそうです。そりゃすごい。まあとりあえず良かったです。はい、じゃあ見ていきましょう。ほら、今日はかなりの小物もありそうですね。はい、活魚ですが、そうですね、もうすでにいっぱいまで場所取りがされてますんで、活魚も相当の数出てきそうですね。いい感じ。はい、まだほとんどね出荷はされてないんですが、こちらなかなか肩のいい天然ダイ、ヒラメ、海の天然ダイ、あー、これは太いですね。これすごい。あ、いいんじゃない、綺麗な。はい、ここにもヒラメ。まあまだほぼほぼね、まだ出荷は前、出荷前なんですけどね、まあそれでももうちらほらと出てますんでね。ああ、またいいトラブルがいますね。ああ、はい、これの白子ちゃんですね。はい、セリはですが、はい、まだねどんどん出荷されてますね。出荷されてますね。でもこちらの方ももう8分目9分目ぐらいまでは、わあすごいな。これは2巡目がありそうですね。あ、おはよう。あ、ありがとう。あ、すいません。はあ、これはもう間違いなく本日は大量ですね。すごい、久々に見ましたね。まあ後でね、また出切った頃にもう一度見てみたいと思います。これはすごいな。はい、こちらタコもね今日はちらほらありそうですね。まあでもね、金曜日も金曜日ですし、まあ値段は下がらないでしょうね。スーさん、おはよう。あ、おはようございます。おー、すごいな、この綿棒でかいね。そんでもないでかいね、これ。とっちょすごい太いね、まだまだね、いいね、でか。はい、今日はね、チヌもよう上がってますね。はい、白ミル貝ですが、あ、今日はね量が少ないですね。昨日もそうでしたけどね。
少なくなるとこれまた白身もねやっぱり一気に、ね、相場が上がってきますんでね。少ないな。はい、イカも、まあまあありますね。これは全部3段になってるから、結構な量はありそうですね。送りの2ですが、今日は入選がありましたね、金曜日。はい、まあ送りの2もね、まあまあじゃないでしょうかね。はい、これはしかしすごいな。はい、今日はちょっとピックアップして移していかないと、これは切れないような感じです。でいいんでしょうか。今日は結構ありそうですね。はい、胡椒ね、これ結構大きいです。まあでもまだちょっとね薄いね、もうちょっと厚みが出てくるといいんですけどね。はい、おはようございます。ありがとう、ありがとう。はい、こちらは平らぎですね。これも、これもね、これは生きてるな。これも生きてますね。まだね、まあ小話題出るんですけどね、もう数自体がね少ないんでね。ここで、先ほどの、おお、これでっかいですよね。でっかいし太いし、すんごい大きさ、立派な馬面。めっちゃでかいですよ。はい、おや兄ちゃん。おお、すごいすごい。チヌ。ほら、チヌは相当上がってきてますね、今日はね。はい、シャーク。かわいい。も結構あちこちありそうですね。今日は安くなるんじゃないでしょうかね。はい、ハモ、川貝ですね。ちょっと大きさバラバラですけど、
麗な。はい、これが一番右側の列なんですが、もうほぼ後ろまで埋まってますね。すごい。はい、こちらは鈴木ですね。鈴木もね、結構今日はあちこちありそうですね。まあこんだけ一気に上がると少し値段が安くなりそうなんですけどね。はい、2番目の列ですが、もうほぼ後ろまでギリギリまで来てますね。その向こうももう9分目ぐらいまで。あー、すごい、まだどんどん出荷されてます。はい、マナガツオ10ぐらいのサイズです。まあ、その下にね、アマダイ。まあ、内海でもね、アマダイ取れないことは全然ないんですけどね。まあ珍しいといえば珍しいですね。だいたいこちら海ではほぼハギとかね、スエンザキ、こちらサインガウがメインになりますね。はい、キジメの天然鯛ですね。いいね、まんまでだね。生き締めの天然鯛もね、今日はかなりありそうですね。はい、これはでっかい黒ソイですね。めちゃくちゃでかいですね、これ50センチ超えてます。あー、立派な。はい、この白、あ、これはいいですね。地物でもね、取るとこによってこうなりが全然違いますよね。これ結構形もいいですしね、太さがあります。あ、面白いね。こちらは黒屋ですね、メジナ。これはまあまあの大きさですね。大きい、30センチは超えてますよね。結構でかい。はい、中ぐらいのアコウです。やつ、はい、今日もね、いいダコが少しありますね。ただ全体的な量はもう本当少なくなってきましたね。いいがないわけじゃないんだけど、そんなに取れなくなってきたのかな。はい、小粒です。はい、こちらにも鯛が並んでますね。鯛は美味しそうね、今日は。おはようございます。むちゃくちゃあるね、今日。はい、じゃあね、改めて、まあ、競りが始まる5分前になったんですけど、ざっと全体を見てみますが、
当にすごいです。まあほぼどの列もね、後ろまでいっぱいまで行ってますんでね。まあでもやっぱりね、そうやってこうやって多い中でもやっぱ同じものがね、まあこれはしょうがないですよね。同じような量でやってますんで、はい、萩も到着しましたね。この反対側も結構ありますからね。近丸さん、今日誕生日です。夫婦がね、同じ誕生日だそうです。おめでとうございます。いいね、仲いいね。ああ、いいな、天然ね。今日もね、生かしにこだわらずこっちの締めを狙ってもいいですね。はい、じゃあね、活魚もね、だいたい8分目ぐらいまで出てきましたね。まあでもパッと見もタイとヒラメがメインなんですが、あとはまああるのがこっちフグ、これも結構大きいですね。ドラちゃん、はい、まだどんどん出荷されてます。すごいね。でもこれでもね、皆さん3キロ以上あるんですよ。でっかい、はい、大きいね。どんだけ出てくるんだろう、この狭いところ。はい、ここにもでっかいのおりますね。これも4キロから。あ、これはちょっと腹がでかすぎるね。これなんでしょう。あ、でもこれ白子ですね。こんなすんごい太っ腹。めちゃくちゃでっかい白子が入ってますね、これ。すごい。ヒラメ、大きなやつ。あやみちゃん。ヒラメのね、なかなかもうええのなくなったね。ないですね、ほんと。よっぽど超えるかんとやっぱ白っぽいもんね。そんだけあったもん、1枚か2枚か。そう。そんなもん、そんなもん。ほんと1、2枚しかええのがない。はい、今日もイシダイがおりましたね。結構大きさは大きいですけど、厚みがまあまあかな。まあ、痩せてるわけじゃないけど、超えてもないですね。でも結構でかいです。競り始まります。はい、こんだけあるんでね、ゆっくり狙ってみたいと思います。買えるでしょうか。5000円。
はい、とりあえずは中ぐらいのヒラメとちょっと大きめの天台、これは太いね。はい、ゲットしております。どからか800円で、どからか300円は枯れます。あります。300円で32がどから1枚、あわりはどからか200円は90万、200円で90万がどから4枚、年長がどれでも1万が3000、3007どからか4000、5007どからか、あわりはどからか36万35、357どからか3000、3007どからか6番、どからか2370-4番がどか1枚、周りはどからか2270です、2273が20番がどか1枚、貿易は8番が1枚、日本地盤と1番が2号、2570どからか2720どからか22000、2700どからか2700は2730番がどか1枚、アドバイバック保管1枚が2号、2570どからか23、2370どからか2120、はい、ハリンです。はや、てんちゃん、今日はね、ハギが、巻き網が始まったんですよね。うん、瀬付きアジがね、上がってくるようになったんじゃないでしょうかね。こちらですかね。あ、いいね、なんかビリビリ、あ、いいね、これ丸っこいですよね。はい、とうとう今季もね、始まりましたね。いい味、プリプリプリンプリン。はい、瀬付きの小味入りました。久しぶりやね。はい、だからね、これね、握り作っていきたいと思います。わー、久しぶりやね。おいしいよ、握り買いに来てください。こちらはウニ、ウニの殻ですね。殻綺麗だね。よー、上手に取るもんだね、これ。さっき殻ばっかり。綺麗だね、これも。姫路金太郎、いいね。はい、これもね、巻き網で上がってくるんでしょうね。エリサバカッチンカッチンです。めっちゃくちゃ鮮度いいな。ちょっと可愛いけどね、やっぱね。いやー、しかし本当久しぶりですね。ここはね、並んでないんですけど、多い時は、多い時っていうか今日も多いんですけど、ここもね、埋まるんですよね。柱の後ろなんですけどね。まあそれでもね、もうほぼどの列もいっぱいまで来てますんで、まあすごい量ですね。これ全部地物ですからね。ルネッサンス。あー、おい、はい、そうです。
あ、首を取っちゃいけ。今日はね、高知の方の金目鯛が入ってます。あー、いいね、いいんじゃない綺麗な、 OK。 はい、こちらは萩の黒ウニですね。赤ウニもね、始まったんでね、どっかでね、一回取りたいんですが、まあすごい値段してますんでね、ちょっとね、よっぽどのことがない限りは手が出ないですね。はい、600、はい、連続キラロード、アロカ1番、カゴアロカ5、先頭カイランカ、エカロカ5、先頭カイランカ、4キロカイランカ、4、アロカ310番、アロカ410番、めっちゃ投げた、赤いの、はい、3番地、アロカ5、はい、1個で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 
アルプラ4000、はい、競りはね、まだまだね、終わる気配はないんですが、私はこれで戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げ、すごかったですね。すごかったっていうかね、まだ本当競りもね、まあまだ半分ぐらいしか終わってないんですけどね。まあとりあえずね、それで十分私も小物いろいろね揃いましたんでね、この辺で戻ってね、今度はしっかり作っていきたいと思います。はい、ということなんですが、はい、ただね明日、今日はねもう昼からしけるそうなんでね、明日はねちょっと少なめかなっていうふうに思ってますが、まあこれでね今日の水揚げでもうほとんどがねお店が、ストックできるんで、さあそんなに支障はないと思います。はい、よかったですね。まあ本当またね今月の、20日から休業に入りますけどね、また5月の10日から再開で、また魚のね感じもね変わってくると思いますんでね、その辺もまた楽しみですね。はい、まあまだもうちょっと先ですけどね。はい、ということでとりあえずは週末金曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それではね戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げ、もう久々の大量でしたね。本当に多かったです。あ、まあ2巡目並べるってことまではなかったんですけどね、まあそれぞれの列がもういっぱいいっぱいまでね並びましたんでね、まあすごかったですねただね、まあ本当はまあ同じものがね多いっていうこともあって、相場の方がねかなりね値崩れしてたとこもありましたね。少ないものに関してはねやっぱそれなりの値はするし高いですよね。やっぱ渡りなんかでもねわずかしかないんで、やっぱそれなりの値はやっぱしますね。何度かね挑戦してみたんですけど、やっぱ買えなかったですね。ちょっとね疲れましたね今日は走り回ってね。まあでもねおかげでねもうあのしっかりストックもできましたしね、バッチリ買えましたんで、これで今日とね、まあ明日もねこれ大丈夫じゃないかな。明日はちょっとね写真も買い足すぐらいでいけると思います。はい、良かったです。ちょうどね今日の昼ぐらいからもうしけるそうですからね。はい、天気も崩れそうですね。はい、良かったです。はい、とりあえずは金曜日です。さあ今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ頑張ろう。はい、お店到着です。今日はね昼過ぎぐらいから天気崩れるのかな、まあ風も出てくるみたいなんですけどね、ちょっと午後からが心配ですが、今日はね魚いっぱいありましたんでしっかり作っていきたいと思います。よし、さあ頑張るぞ。あざーす。よし、はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日も頑張りましょう。麺棒、はい、今日は天ぷらの盛り合わせじゃん。いいね、エビ天うまそう。やっぱ同じ時間帰ってくるけ同じことしよるじゃね、いつもあ、今日あれよ、中ちゃん今日あの瀬付きアジがあります。瀬付きアジの握りお願いします。もっちゃんがやりますThank you.
ね、握りが完成しました。もうケンがね、頑張っておろし寄ってましたよ。今インサート撮ってます。これ周りを動かしてこう味を引き立たせるような感じで、よし、カット。はい、ではこちらちょっといただいてみたいと思います。社長が買ってくれましたので、お先にどうぞ。失礼いたします。おばあちゃんも、あ、こちらね、おばあちゃん、いただきます。明日やるよ。さつき味も、久しぶりだもん、これ1年ぶりぐらいじゃない？1年ぶりぐらい。こんなよ、あっちで大丈夫よ。美味しかった。このセスキ味買って自分で作った方がいい。美味しいね、たけちゃん、これ。頑張って。油がね、見てくる。最後ね、仕上げに。あ、プチ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 って言うやん。ほら。すごい。真ん中だけ。もういいよ。はい。じゃあね、明太できました。フライ天ぷらね、最高です。出しますのでね、帰ってください。今日もラインナップ行こうか。誰だよ、あれは池田さんか。
あ、違った、野口くん。明日池田さん来るからね。はい、ブワーっと行くよ。今日ね、すごいええとこだけ止めようか。金目鯛すごい立派。昨日ね、これ買った私大好きイワシ、すごい脂があって美味しかったけどね、子が入ってるけちょっと食べるとこがちょっと少ないのがちょっとあれやね。でもすごい脂があった、この千葉県産アユ。ふわーっとふわーっとね、見てね、3分以内にラインナップしてて今言われた。ふわーっといくよ、見てね。はい、見てよ、食べた。マジ。ねぎり。ちらし寿司。ぶわっと。お花。そして、いつもの感じですね。こんな感じ。あと、お惣菜もね。こんな感じになりまして、これで終わりですね、今日は。はい、ではお昼からね、雨がね降り出しました。明日も午前中は多分雨マークだったかな。おかげで家の野菜たちにね水やりせんでいけ、助かりますね。はい、では明日はおばあちゃんがやってきます。お楽しみに。お疲れ様でした。おやすみなさい。